こんにちは、こんばんは、ねむねむボーイのひなりです。はい、今日はですね、一人です。そしてなんかいつもと違う寝室での撮影になるんですけれども、今日はですね、ドッキリなのかな、サプライズかな、を仕掛けたいと思います。っていうのも、ドッキリとかサプライズとか今までやったことあるんですけど、おふざけみたいなものとか、モニタリング的な、どんな反応するのか的なやつとか、いたずら系が多かったんですけど、たくみくんは結構ドッキリの中でも会社にお迎えに行ってみただったりとか、あと私が欲しがってたクリスマスコフレを買ってくれたりとか、そういうものがあったと思うんですよ。で、私はあんまりそういうのを普段あんまりせず、誕生日とか何かそういう日にドーンと返すことがすごい多くて、何でもない日のサプライズっていうのをしてこなかったなと思って、今年はジャパネットひなり大還元祭を行いたいと思います。ということで、ビャビャーン、こんなどでかいものを購入いたしました。そしてヘアギラフギでございます。今回はいつも頑張ってるたくみくんにデスクをプレゼントしようと思います。ということでですね、この部屋は編集部屋っていうものがないんですよ。で、いつもはご飯を食べてる机とかソファーとかで編集をしてくれてるんですけど、最近やっぱね、すごいね、首が痛いとかすごい疲れたみたいなことをね、よく言ってるの。欲しいけど、今の部屋はそんなに広くないから、もうちょっと広い部屋に引っ越せた時には、いろいろ備えたいね、編集部屋を作りたいねっていう話をしてたんですけど、ちょっと限界なんじゃないかなと思いまして。今までね、見てくれてる方はわかると思うんですけど、たくみくんはですね、基本、ねむねむボーイの動画すべてを編集してくれてるんですよ。私は撮影に参加しているのみで、平日はお仕事をしているので、学生のたくみくんに編集してもらっているんですけれども、そのね、感謝も込めて、今回はベッドの横のこの空間をですね、編集スペースにしちゃおうかなと思ってます。ということで、今ここにあるのはローヤで買ったデスクとゲーミングチェアです。ということで、今日はこのデスクと机を組み立てて、あともう少し他にもいろいろ編集机に使えそうなものをいくつか購入したので、それはね、ちょっとね、今日まだ届いてないんですけど、まずはこの2つを組み立てるところから始めないと、ということでやっていきたいと思います。早速まずこのでかい段ボールを開けて組み立てていこうと思います。ということで、レッツゴー。こっちから行こう。ちょっと待って、これ開けれるかな。おお、倒した方がいいやつ。重い。どこどこどこ。やばい、スリッパが巻き込まれた。うわあ、待って、でかすぎ。ちょっと待って。どこどこ。力ないな、本当に。悲しい。これもうちょっと下げるね。危ね。危ね。これ、たくみくんには本当に秘密でやってたんだけど、一個事件が起きて、これはさっき届いたんだけど、これがね、予想より早く届いちゃって、なんか何日から何日の間って言われて、初日には来ないだろうと思ったら初日に来ちゃったの。だからこれ、たくみくんが受け取っちゃったの。なんか来たんだけど、みたいなこと言われて、めっちゃ焦って、なんか友達が、ここら辺の近くで、個人の事務所、オフィスを立ち上げるから、そのために、うちの方が場所が近いから、受け取ってくれみたいなことを言われて受け取って、みたいな、すごい謎の嘘ついちゃったの。で、なんか、何その人何者みたいな感じになって、結構私中高大って友達の話しちゃってるから、なんか誰とも言えなくて、なんか大学の人みたいな感じで、すごいなんかすごい適当嘘ついちゃって、誰だよそいつって絶対なってんだよね。てか誰だよそいつみたいな顔されたんだよね。全然、あ、そうなんだみたいな感じで言われたけど、多分あれはちょっと気にしてる。何者なんだって絶対なって。待って、量多い。待って、待って、マジ、待って、これ悲しい。待って、これ私は説明書を見ながらやっていけばいいんでしょ。これ何から始めればいいんだろう。新居来てからさ、このタイプのさ、難しいやつは全部たくみくんがやってくれたからさ、できるか不安だな。ちょっと怖いな。見て、めっちゃ量ある。ネジ、絶望だ。これ何時間で終わるんでしょう、果たして。応援してね、みんな。ちょっと早送りだろうけど、注文するのにすごい時間がかかったの。そもそも知識がなさすぎて、何が必要でどういうものがいいのかも分かんなかったから、 YouTube で動画の編集のプロの方の動画を見まくって、何がいいかっていうのを探したんですよ。何このボンド。ボンド懐かしい。うわ、ボンドくせー。ボンド懐かしい。これまだ分かりやすいわ。今んとこ分かりやすくて助かってる。わあ、わあ、わあ。やばい、これは。
孤独なんか悲しい。みんな年末年始はどう過ごす？私はね、実家に帰るよ。ちょっとなんかさ、雑談しながらやろうとか思ってたんだけど、そんな余裕ないくらいなかなかまずい。見て棚みたいなのできた。めっちゃ嬉しい。初棚。これちっちゃい机ってことじゃない？見て、かわいい。プリンセスのかな、こうやって。ちっちゃ。孤独なんか。これどっちが前なんでしょう？こうでいいのかな？なんかこれ茶色い方とさ、白い方があるんだけど、白い方は下だよね。え、違う？こう？もしかして。え、めっちゃむずくない？これ。うわぁ、こうにも見えてきた。わかんない。こっちでいきます。下を見えてももうどうでもいいね。よし。あ、これで木の棒がいなくなるな、これ完全に。さよなら木の棒。最終回、2時間拡大スペシャル。めっちゃ人気じゃん、木の棒。孤独なんか。本当に一人暮らしの子は大変だな。周りに一人暮らしで家具を組み立てる。何も聞こえてないな。はい、ここからはですね、ちょっと USB が切れちゃって、たくみくんがね、私が撮影してるとは思ってないので、持って帰っちゃってたので、ちょっと携帯で何か撮ってきます。まさかのですよ。ただもうあとちょっとで、こちらの方はできそう。わ、終わった。見て、できた。こうやって感じ。なんとか。完成しました。できたわ。ということで一回片して次の、まあ、椅子の方やっていきたいと思います。あー、ここから落ちるのといいな。あー、めっちゃ元。見て、めっちゃ悪い山賊とかの武器ちょっともう疲れちゃったわ。少なめ。これはいける気がする。ということで完成しました。あとね、まだ他にもあるんですよ。これスマホスタンド。あとはですね、モニターとモニターアーム、あとはコントローラー的なものが慣れたらめちゃくちゃ編集が楽になるっていうのを見つけて、一旦はこのデスクと椅子が完成しました。嬉しい、本当に。ということで今日は一旦これで終了して、後日届いたものを設置し、サプライズたくみくんをしようと思います。多分ね、マジでバレてないと思う。バレないでほしい。よし、片付けるぞ。はい、ということで先ほどたくみくんがお家に来たんですけれども、今日編集デスクをサプライズでお披露目したいと思います。先ほどからたくみくんには寝室には入らないようにということで、こんな感じで貼り紙をしておきました。これからたくみくんを目隠しで寝室に連れて行ってお披露目しちゃいたいと思います。たくみさん、はい、今日来てから一個お願いしたことがあるじゃないですか。寝室を絶対に開けるなって張り紙までしてある。ということで、うん、今からその寝室解除しようかなと。え、もういいかなと。何それ。目をつぶってついてきてください。なんか最近多いな、そういうの。ここね。それで、ここからは目つぶって。 OK、 絶対目つぶってね。分かってる。約束は守る。守る。大丈夫。本当に大丈夫。閉めた方がいいんじゃない。分かる分かる。わかる。ギュッてして。マジギュッてして。ギュッてして。本当に。本当にギュッてしてる？本当に。怪しいよ。マジか。ちょっとやめてよ。ダメよ、目。ギュッ。目ギュッ。ギュよ。うん。してる。じゃあ目ギュッて。こうやって、手こうやって、こうやってやって。OK。めっちゃいい感じよ。じゃあ、せーのでオープンしてくれる？うん。ギュッてしてる、目。してるって。それでは、オープンしていただこうかなと。うん。これね、もし、怒んないで、絶対に。怒んないよ。怒んない。何やっても怒んないで約束してくれる？いいよ。ほんと？ほんとほんと。ちなみに何だと思う？え、マジでわかんない。俺がなんかクリスマスツリーにさせられるとか？違う、全然違うけど、マジで怒んないでほしいなっていうのはある。怒んないよ。3、2、1でいくね。うん、うん。オープンまで、3、2、1、どうぞ。うわー編集デスク
ございます。マジマジ全然予想なし。うん、本当に。いや、マジマジすごい。組み立てたの。組み立てました。ありがとう。なん、そうか、本当に予想していなかった。本当、本当1ミリも。1ミリも。すごい。だって俺の編集スペースないと思ってたもん。あれ、ドレスはどうすんの。諦めました。なんで。まあいいかなと思って。このでっかい鏡はどうすんの。まあどっかに飾る。びっくりしちゃった。ジャパネットひなり大感謝還元祭ということで、今回はドレスをやめて編集デスクをですね購入させていただきました。ありがとう。あ、やった、おめでとうございます。でもちょっとドレッサー欲しいよ。もっと頑張って、もうちょっと大きいお家に住んだら、やばいね。楽しみにしとく。わかった。ありがとう。ちなみにですね、これまだ全部揃ってないんですよ。ほう。あともうちょっと整う予定。何が来るの。モニターとモニターアームとコントローラーがつきます。コントローラーって何。私もあんまり詳しくわかんないんだけど。あ、スイッチみたいなやつ。そう、あれ使っていなかった。編集がめっちゃ早くなる。あのショートカットキーとか、ね、ショートカットキーの代わり。やば、ちょっと間に合わなかった。椅子がね大きすぎて隠し通せなくて、届いた時に、あ、あれか、あの机、これはあれ机、これ動画で話したんだけど、なんかね、あれね、たくみくんがいない日に届く予定だったの。俺受け取ったけど。そう、受け取っちゃってたの。謎の適当な嘘をついて、あれ信じた。信じてる。あ、よかった。邪魔だなと思いながら、めっちゃさ、玄関の幅はみ出てるのこんな感じで取んなきゃいけないから、早く取り来てよと思ってたけど、すごい。ぜひちょっと座ってみてください。え、いいんですか。どうぞ。ありがとうございます。いきますよ。はい。あこれさ、組み立てたの一人で。めっちゃ大変だったでしょ。あのね、めっちゃ大変だった。何これ。 iPhone。 あー、スタンド。そう、すごい。これね、すごい、マジで。待って、これモニター使って編集するの。これからモニターを使って編集する。やば、かっこよ。34型でかくない。の長いやつ。待って、高いでしょ。編集に全てさ、たくみくんに、まあ、やってもらってるじゃない。その感謝と、まあ、日頃前だけどお迎えだったりとか、何でもない日にプレゼントしてもらったりとか、うん、そういうものを、私なんか細かいものをさ、細かくプレゼントするのが あんまり得意じゃないから、まあ、ドドンとプレゼントしようかな、ね、ということで大歓迎祭でございました。いや、なんかもう夢。はい、ということで、はい、今回はジャパネットひなり団体会ジャパネットジャパネットひなり大歓迎祭でございました。みんなありがとう、付き合ってくれて。いや、これはすごいことだよ。いや、素晴らしい、あなたは。いや、普段いつもいっぱいしてくれてるから、いっぺんにそれがドドンってきたって感じかな。何してるかな俺。なんかそんな、いや、多分動画を見てる人は多分納得してくれると思う。見返りが欲しくってやってたわけじゃないし、俺はまさかこんなに感謝してくれてるとは思ってなかった。伝わりました。うん、痛いほど。さっきすごい忙しいんだよこの人。この人ね、忙しいのよ。で、これで編集環境がとても整った。快適になるとすごいいいな。何を、うん、嬉しい。そのしんみりしないで。楽しい動画だから、これは。嬉しい、楽しい、嬉しい、楽しい動画でございます。伝わった、すごい。本当よかった、それが一番よかった。うん、はい、ということで、社会人で忙しいのにこんなサプライズを計画して感謝を伝えてくれる彼女って最高だなと思った人は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ありがとう。